リフティングが上手くなればレギュラーになれるのか、子供編。こんにちは。サッカー上達コンサルタントのコウです。本日はリフティングが上手くなればレギュラーになれるのか、子供編をお伝えします。今週はリフティング三昧です。よくある質問ですが、リフティングがたくさんできる方がレギュラーになりやすいですよねと聞かれます。私の答えは、たくさんできることに越したことはないけど、それよりも大切なことは、リフティングをすることに目的を持つことと伝えています。確かに回数がたくさんできる方が良いと感じます。しかし試合中100回リフティングする場面はまずありません。周りの友達が1万回できても焦る必要は全くありません。結論、お子さんがリフティング1回しかできなくても OK だし、レギュラーにもなれるし、チームで活躍することもできます。その詳細をこれから説明していきます。お楽しみに。メルマガ毎日配信中、ぜひご登録ください。サッカー上達コンサルタント山本剛でした。